お腹も膨れ親睦も深まったところで作戦会議を始めたいと思います。つーん。親睦が深まるどころか溝ができた気がするんですが、やっぱり女神様となると唐揚げレモン論争もスケールが大きいんだね。女神様のくせに大人げないにゅ。ごほん。では逃げたマジェコンドの行き先ですが、どこを探しても手がかりが見つからないんです。ちゃんと探したの？各大陸の教会やIF さんの仲間の力を借りて3日かけて徹底的に調べたんです。困りましたわね。今まで受け身だった分、次からは打って出ようと思っていましたのに。なあ、ネコ、この聞き飽きた笑い声はもしかしてマジェコンヌさんです？聞こえているか、下界に巣くうゴミ虫。あれ、魔術師いないよ。おそらくこの声は天界から下界中に発信されているものです。天界。これより私は神の力を持って下界を消滅させることを宣言する。追い詰められてるくせに相変わらず口だけはでかいじゃない。ですが、追い詰められた者ほど何をしでかすか分かりませんわ。一体何事？何が起こっているですか？これはまさか、そんな、なんて恐ろしいこと。ちょっと何一人で納得して驚いてるのよ。私たちにも説明して。マジェコンヌは下界の4つの大陸を衝突させようとしています。そんなことができるの？女神を超える存在となったマジェコンヌならできます。プラネテューヌが壊れちゃうですか？プラネテューヌだけじゃないよ。このままじゃルイ、ラステーション、リ…それは大変だ。なんとかしなくちゃ。ならさっさと展開に行ってマジェコンヌをぶっ飛ばすなりなんなりして止めるしかないわ。方法はそれしかありません。早速展開に行きましょう。展開ってどうやって行くんです？そういえばよく名前は聞くけど行ったことないよね。展開には教会にある女神様専用のゲートで行き来できます。さん、ちょっといいですか？お、いいすんだ。通信なんて珍しいね。どうしたの？実はネプテューヌさんにプレゼントがあるので、今からちょっと来てもらえませんか？プレゼント？なになに？ただでもらえるんなら喜んでどこにでも行っちゃうよ。やっほー、いいす。プレゼントもらいに来たよ。お待ちしてました、ネプテューヌさん。あなたが私のお姉ちゃんですか？ネコ、イーズ、その可愛い子誰？もしかして新キャラ？はい、彼女の名前はネプギアさんといって、ネプテューヌさんの妹になります。はじめまして、私ネプギアって言います。よろしくお願いします。へえ、私の妹なんだ。そう、ネプコの妹。ネプネプの妹さんですか。どうしよう、コンパ。アイちゃん、私に妹がいたんだよ。衝撃の事実発覚だよ。落ち着いてください、ネプテューヌさん。実はシェアの力により新たな女神が誕生したんです。え、どういうこと？先の戦いで過剰に増えたシェアが元になり、新たな女神が誕生したんです。なんだかわからないけど、シェアの力ってすごいのね。
私、まだ生まれたばかりで何もわからないんですけど、精一杯頑張るのでよろしくお願いします。いやー、私もとうとうお姉ちゃんか、照れるなけど、ネプネプよりネプギアちゃん、ギアちゃんの方がお姉さんみたいです。言えてる。見た目もだけどネプコよりしっかりしてそう。ネプコの方が妹になった方がいいんじゃないの。いいの、これからお姉ちゃんらしくなるもん。それでは皆さん、ネプギアさんのことよろしくお願いしますね。君は？どうもー、プラネテューヌの女神、パープルハートことネプテューヌです。ちょっと展開へのゲート借りるね。あんたはふざけてないで早く先に行く。これが天界と下界をつなぐゲートです。まさか教会にこんな設備があったなんて。ただの集会場所じゃなかったのね。時間がありません。早速ですが、皆さんを展開に転送します。ぎゅうぎゅうで狭いです。ああ、なになに、空飛ぶ肉まんが目の前に。はぁ、ネプネプ、暴れないでください。少し我慢してください。アインさん、そこもうちょっと詰められますか。このくらいかしら。もっと詰めてください。できれば人一人分ぐらい。人一人分って、そんな、これ以上は。でしたら、愛ちゃんは私がギューってして差し上げますわ。ベール様、胸が私の顔に。同性同士、何を恥ずかしがっていますの。それに、愛ちゃんなら私もっと激しく抱きしめて差し上げますわよ。ぎゅー幸せミストワール、早く転送して。こんなところでユリの花なんて咲かれたら鬱陶しくてたまんないわ。つぶれるにゅ。それでは転送します。3、2、1、転送開始。いざ展開にレッツゴー。あれ、何も起こらないですよ。ぎゅーですわ。もう死んでもいいかも。おかしいですね。ちょっと原因を調べてみます。お待たせしました。それでどうだったの？経年劣化による機械の故障とか？どうやら展開側からアクセスを遮断されてしまっているようです。それじゃあ展開に行けないじゃない。困りましたわね。はぁ、他に展開に行く方法はないの？飛行機とかヘリコプターとか。無理ね。
展開に行く術がない以上完全に積んでしまいましたわね。みんな死んじゃうんですか？もうどうにもならないんですか？早速一人死んでいるに。だが見てみろ、すごく幸せそうな顔をしている。まさに嘘みたいだろ、死んでるんだぜって感じだね。話は聞かせてもらった、下界は滅亡する。なんだって言うと思った。で、あなたここの人よね。のんびりしている暇はないの？あ、はい。ゲートが使えないのであれば、かつて四英雄が天界へ行くのに作り出した道、虹の橋を使うというのはどうでしょう？そうですよ、その手がありました。ねえイース、そのビブなんとかって何？四英雄が先代の女神様を倒すため、下界から天界へ行くためにかけた虹の道です。そんな都合のいい道があるんですか？四英雄の伝説がただのおとぎ話ではなく史実であった以上、確かに英雄たちが天界に行った方法があったはずだ。でも問題は今も使えるかどうか。すでに教会の者が遺跡のシステムを作動すべく準備しています。あとは鍵さえ揃えば動いてくれるはずです。鍵です？ドリコじゃない、パープルハート様、これを。え、何これ、くれんの？ありがとう。ゴッパー、見て見て見て、なんかかっこいい刀もらったよ。本当です、まさに技物っていう感じのかっこいい刀です。遺跡より天界に虹の橋を架けるための鍵となるのは四英雄の武器です。そしてマジェコンヌを倒すのにも必要だと知り、至急ご用意しました。じゃあこれがレプリカなんかじゃなくて本物のツリーベルの三元戦剣なんだね。これが本物か。いくら本物とはいえ、数百年以上前の武器が使い物になるはずがないからね。まさか他の女神様たちの武器同様、パープルハート様に合うように打ち直したんだ。だから見た目も剣から刀に変わってるのね。その通り。だから新しく生まれ変わったこの武器に名前をつけてほしいんだ。過去の英雄の武器ではなく、下界、いや、ゲーム業界を救う女神様の武器としての名を。じゃあたった今からツリーベルの三元戦剣改め冷凍ネプテューヌってのはどうかな。大変申し訳ないのですが、ネプテューヌさん、さすがにそれはないかと。いくら自分の武器とはいえ、自分の名前をつけるのはナンセンスよ。そのセンスはないわ。ゲームでもそのような醜い名前は見たことありませんわ。なにこのひどい言われよ。ネプネプが一生懸命考えたのはわかるんですが、コンパにまで裏切られた。仕方ないわね、ネーミングセンスのかけらもないあんたに代わって私が名前をつけてあげるわ。アイちゃん。そうね、ネプコやプラネテューヌらしく。決めたわ、たった今からこの刀はツリーベルの三元戦剣改め聖画刀よ。いや、一生懸命考えてくれたのは嬉しいんだけど、さすがに中二っぽいっていうか。じゃなるものを聖なる牙にて打つ、いい名前だと思うわ。そうね、自分の名前をつけるよりも断然いい名前じゃない。さすが愛ちゃんですわ、いかにも最強クラスの武器って名前で好きですわ。うそー、コンパはどう思う？聖画刀より名刀ネプテューヌの方がいいよね。愛
ちゃんのつけた名前の方がかっこよくて好きです。そんな、では多数決をもちましてこの刀の名前は聖画刀に決定します。ここが四英雄が天界への道を切り開いた遺跡です。けどここで行き止まりだよ。天界にはどうやって行くの？四方の壁に大きなへこみがあるわね。もしかしてここに四英雄の武器をはめ込むんじゃないかしら。おそらく伝説の武器が天界へ至る道、虹の橋を作るための鍵になっているんだと思います。ちょっと待って、四英雄の武器が鍵になっているっていうことは、はい、もはや面影がなくなってしまった武器でははめ込むことも無理だと思います。そんな、せっかく天界に行く方法を見つけたのに。他に天界に行く方法はありません。遺跡の機能自体は生きているので、なんとかはめ込み認証ができれば。なら簡単だよ。くぼみがあるんだったら無理やりはめ込めばいいんだよ。そんな無茶苦茶な。なら今の形に合うようにくぼみを大きくするだけ。壁を削るなら任せて。やめてください、壁が壊れてしまいます。なら無理にでもはめ込むしかありませんわね。ダメで、もともと可能性があるなら試してみる価値はあるはずよ。わかりました。けど無理に押し込んだりするのはやめてくださいね。これ大丈夫だって。もうインスンったら心配性なんだから。ネプテューヌさんが一番心配なんですけど。ごはん、それでは私の言う通りに4つ、まず東の壁に英雄の槍を。私ですわね。違います、この場合は英雄ハイブリッジの演奏ですからブランさんの武器です。あら、そうでしたわ。おほほほほほ。ミストワールはめたわ。今変な音がしませんでしたか？気のせいじゃないかしら。なぜ目をそらすんですか？次は南の壁に英雄マウスロープの葬式居住を。次は私の番ね。けどもともと銃だったくぼみにどうやってはめようかしら。あのノワールさん、くれぐれも無理なはめ方はしないようにお願いしますね。大丈夫よ、こうやって絵のところだけはめれば。ほら完璧じゃない。旗から見ると壁から剣が突き出ていて非常に危ないんですが、けどまあいいとしましょう。次は西の壁に英雄ツイーゲの大研究を。だと思ってすでにはめてみましたわ。ほらぴったりですわ。ってベイルさん何やってるんですか？何って弓の形になるように槍を曲げてはめ込んだのですわ。うわ、今にも折れそう。はあ、最後は私の番だね。ネプテューヌさん、くれぐれも無理なはめ方だけはしないでくださいね。大丈夫、グランみたいに壁を壊したりペールみたいに武器を壊すようなはめ方なんてしないよ。だってほら、カリカリ削って刀の形にしておいたもん。はあ、神聖な遺跡の壁になんてことを。一番タチが悪いわね。はあ、もうやってしまったものは仕方ありませんね。では展開に向けて虹の橋をかけてみます。いよいよですね。古の英雄たちよ、いざ深海への扉の封印を解き放ってください。すごーい、なんか流れ星みたいなのが空に登っていくよ。見てください、流れ星の通った後に虹色の道ができてるですよ。流れ星が作る虹の道、流星のビブロストといったところね。これで天界への道は開かれました。
よかった。じゃあ行こっか。ゲーム業界を救うために展開に。おその油断が命取りですわ。どうしようかしら。浮かすよ。もらった。さて、何をいたしましょうか。ネップネップにしてやんよ。楽勝楽勝。楽勝楽勝。さっさと終わらせましょう。私一人で十分ね。もらった。はい。私のターンですわ。どうです？手加減もしませんわ。なんだか楽しくなってきましたわ。ネプネプにしてやんよ。ほいだ。いや。余裕だね。気合い入れていくよ。痛っ。全然痛くないわ。やっと私の番ですわね。そこそこ。まだまだですわね。ニルギリバースト。さっさと終わらせましょう。私の動きが見えるかしら。ネプネプにしてやんよ。そこ叩き切るよ。余裕だね。やっと私の番ですわね。そこ。いい加減やられてくれないかしら。私のターンね。やっ、私の動きが見えるかしら。待ってました。次回もまた付き合った。レベルアップ。なんだろうこれ。これなら私一人で十分ね。トリコロールオーダー。私のターンですわ。はっ、覚悟なさい。こんな技はどうかしら。待ってました。余裕だね。またね。やっ、ほいだ。やっと私の番ですよね。そこ。なんだか楽しくなってきましたわ。目がレベルアップ。上から来るよ。気をつけて。わあ、
ますわね。私のターンね。あっ、そこ、インパクトロー。さて何をいたしましょうか。でかぎ、まだまだですわね。ケマイネプネプにしてやんよ。ほいだ、叩き切るよ。楽勝楽勝、思いっきりいくよ。この程度でしたらどうです。私のターンね。次はどなたかしら。レベルアップよ。レベルアップ、もっともっと強くなります。悪いのよ。そこ、もらった。私に任せてください。私のターンですわ。どうです、こういう攻撃も意外と効いたりしますのよ。しませんわ。チェックメイトですわ。ラストストライク、私のターンね。うかつよ。この薬は何です。待ってました。そうそう、楽勝楽勝、どっせー。やっと私の番ですわね。まあ当然の結果です。力が湧いてきます。いつでもどこでも全力全開。さっさと終わらせましょう。女神の本当の力見せてあげるわ。女神の力見せてあげるわ。確実に仕留めるわ。さて、女神の力見せて差し上げますわ。さあ一気に決めますわよ。女神の祝福を。私のターン、本気出しちゃうよ。女神の力見せてあげるわ。気合を入れていくわよ。いった。さあここから私の本当の力を見せてあげる。
え、覚悟はよろしいかしら。あなた、美しき勝利ですね。強くなった。体の力が、力が、待った待った、強くなります。先手はいただきましたわ。私のターンね。浮かすよ。あっ、さて何をいたしましょうか。手加減はしませんわ。こういう攻撃も意外と効いたりしますのよ。しようかしら。やっと私の番ですわね。チェックメイトですわ。はっ、チェックメイトですわ。やっ、叩き切るよ。ステータスは負けないもん。やりますわね。そこ、そこ、どんどん強く、レベルアップ。どこかにマジェコンヌがいるのね。マジェコンヌには似合わない場所に。皆さん気をつけてください。ここはマジェコンヌのホーム。どんな罠が仕掛けてあるか分かりません。なあ言ったそばからラスボスのご登場のようね。よくここまでたどり着いたな。褒めてやろう。別にあなたに褒められても嬉しくもなんともないわ。それよりも大陸同士をぶつけるなんてバカな真似、今すぐにやめなさい。やめろと言われて誰がやめるものか。なら安心したわ。ラステーションをむちゃくちゃにしてくれた借り、
今日こそ返してあげるわ。アブニールが好き勝手振る舞う間、おどおどと指をくわえて見ているしかなかった。非力な女神が言うようになったものだな。何？それで挑発でも捨てるつもりなの？確かに私はちょっと容量が悪かったり、不器用な感じがあるのは自分でもわかるわ。それでもね、シアンたちのためにいい国にしようって一生懸命頑張ったのは本当だって、私はラステーションの女神なんだから。口先だけは一人前になったようではないか。では私からは一言お礼を言わせていただきましょうか。ふん、女神の力を失ったことがバレるのが怖くて一人閉じこもっていた臆病者が。確かにあなたの言う通り、私は臆病者だったかもしれません。ですがそのおかげで愛ちゃんやランランたちに出会うことができたのです。ベール様、彼女たちは私を女神グリーンハートとしてではなく、ベールという一人の女の子として慕ってくれた。その出会いのおかげで私は自信を持って外に出ることができたのです。大切な友人との出会いをくれたあなたにお礼を、そしてそれを奪わせないためにもここで撃たせていただきますわ。それが貴様の戦う理由だというのか。孤独なあなたにはどうやら仲間の良さがわからないみたいね。誰が孤独だと？ルイを奪われ、信者に偽物と罵られ、教会を追い出されたのはどこの誰だったかな。確かにその事実は変わらないわ。けど避難者は私をずっと信じてついてきてくれた。たとえたった一人だけでも私を信じてくれる人がいる。理解できんな。まあ真のぼっちには理解できなくて当然だよね。誰が真のぼっちだ。だって本当のことじゃん。昔の私はどうだったか知らないけど、今はコンパやアイちゃん、そしてノワールにベールにブラン、メイジスちゃん、マベちゃん、デッケンちゃん、サイバーコネクト2ちゃん、ファルコムちゃん、プチコ。だからプチコじゃなくてブロッコリーニュー。そしてイース、これからもみんなで楽しくやっていきたいからここにいるんだもん。楽しくなかったりお友達がいなくちゃそこまで頑張ろうと思わないよ。大義名分のかけらもない、ずいぶん気楽な考えだな。やっぱり実は私もそう思うんだよね。けど他人が見てどうとか関係ないよ。誰かといて楽しいとかずっと一緒にいたいってすっごく大切だと思うんだ。だから私はマジコンヌを倒してみんなで見るって決めてるんだ。ゲーム業界のハッピーエンドをね。かっこよく続けると思ったけど、相変わらずネプコはネプコみたいね。けどそれでこそ私たちのネプネプです。へい、どいつもこいつも似たようなことをほざけよって。貴様らがあがこうがゲーム業界が滅びることに変わりはせん。マジコンヌ、もうあなたには言葉は届かないのですね。なら力ずくで止めるまでよ。私たちのゲーム業界を滅ぼさせたりなんかしないわ。油断はしない、本気で行くわ。私の番ね。確実に仕留めるわ。覚悟はよろしいかしら。女神の祝福を。私の番ね。さあ気合を入れていくわよ。死にゆけ。相手は誰？
これでとどめ。逃がしません。私たちの剣、とどみでとくと味わってください。で、死にたいのは誰なの？ラステーションの女神が、この私が破れるというのか。ちょっと本気を出しすぎちゃったかしら。相手が悪かったわね。もっと強くなるわ。よし、また強くなった。レベルアップしちゃった。レベルアップ。私は女神を超える神にしてゲーム業界を滑る者。その私がなぜこのような女神や人間どもに。マジコンヌ、あなたとの因縁もここで終わりよ。それはどうかな。そんな、回復した。Bさん、これはどういうことなの？わかりません。ですが、これはシェアの力によるものです。シェアの力って、この世界のどこにこんな奴を信仰しているバカがいるっていうのよ。そうよ、マジコンヌなんて信仰するはずないわ。するさ。貴様ら女神たちに向けられる眼差しとは全く逆のものだがな。真逆だと？魔王ユニミテスの名を忘れたか。なぜそのような偽りの魔王を広めたと思っている。あれはイストワールの力でユニミテスを作り出すためだろうが。貴様らが人々のシェアを糧にしているように、私も糧にしているのだよ。畏怖や恐怖心をな。世界の崩壊、絶対的な支配、そういったものに向けられる畏怖が今の私に対する力の源だ。そんなの無茶苦茶すぎるわ。ですが、それが目の前で起こっている以上、認めざるを得ませんわ。ネプネプ、どうするですか？簡単よ。何度でも倒せばいいわ。マジコンヌより私たちの方が勝っていることに変わりはないもの。それはどうかな。この世を支配するありとあらゆる畏怖よ、恐怖心よ、我が元へ集うのだ。どうだ、この姿は。あの姿は何の冗談だよ。あれはまるで悪夢だわ。素晴らしい、生まれ変わった気分だ。マジコンヌ、あなたは人の姿をも捨ててしまったというのですか？別れとは言わん。死ね。もはや言ってることがめちゃくちゃね。それほど不なる力に飲まれているということですわ。まったく、自分が飲み込まれちゃ元も子もないでしょうに。おい、のんきに話している場合じゃねえぞ。あいつのパワーがどんどん上がってやがる。暴走してるみたい。さすがにこれはちょっとやばいわね。ネプネプ、大丈夫、恐れることはないわ。イースも言っていたでしょ、シェアとは人々の願いや祈りだって。ゲーム業界の消滅の危機に瀕している以上、畏怖や恐怖心が人々の心を支配するのは当然のことけれど、畏怖や恐怖心が大きければ大きいほど、人々が私たちに向ける願いや祈りも強くなるのよ。これは。おいおい、嘘だろ。なんつうシェアの量だよ。量だけではありませんわ。シェアに込められた願いや祈りもとても強いものですわ。そしてとても温かい。
それに、なんだか力もみなぎってきたぜ。私たちは人々の願いがある限り決してあなたに負けない。マジェコンヌ、ここであなたとの決着をつける。あなたに私の相手が務まるかしら。私の番ね。確実に務めるわ。これ以上好きにはさせませんわ。女神の祝福を。相手は誰？さあ、気合を入れていくわよ。滅ぼす。決めさせてもらうわ。皆滅ぼす。せい！この手で攻撃など効かぬ。この手で攻撃など。死にたいのは誰なの？もらった。無駄だ。なんだって切り裂く。これ以上好きにはさせませんわ。この手で攻撃など。遅い。この程度の攻撃など無駄だ。マンデリンスラップ決めさせてもらうわ。確実に仕留める。攻撃など遅い。バリアブルエッジ。やっと私の番ね。て何聞かぬ。もらった。トリコロールオーダー。準備は整っていますわ。その動き、封じさせていただきますわ。私の番ね。みんな滅ぼす。確実に仕留める。何やぁ。何バリアブルエッジ。覚悟はよろしいかしら。引かぬ。せい。引かぬ。覚悟。無駄だ。これで決めますわ。無駄だ。私の番ね。やぁ。引かぬ。インパルスブレイド。この程度これ以上好きにはさせませんわ。何せい。引かぬ。くらいなさい。攻撃など。ギルギルバースト。引かぬ。私の番ね。もらった。引かぬ。引かぬ。なんだってき。トリコロールオーダー。決めさせてもらうわ。無駄だ。無駄だ。確実に仕留める。攻撃など。あなたはゲーム業界にあってはいけない。覚悟はよろしいかしら。あなたには。やっと私の番ね。ラステーションの相手は誰。別に痛くなんか。これが私の。覚悟はよろしいかしら。少しもったいない気もしますけど。ラステ貴様を。相手は誰。殺す。やあ。この手攻撃など。この確実に仕留める。攻撃など準備は整っていますわ。女神の祝福を。決めさせてもらうわ。そこ。無駄だ。そこ。引かぬ。で、死にたいのは誰なの。じゃんじゃん使ってくわよ。準備は整っていますわ。遅い。引かぬ。せい。無駄だ。遅い。引かぬ。マンデリンスラップ。決めさせてもらうわ。さあ、気合を入れていくわよ。私の番ね。せい。無駄だ。相手は誰。
確実に仕留める。この手攻撃など、この手覚悟はよろしいかしら。攻撃などこの手くらいなさい。攻撃など遅い。無駄だ。相手が悪かったですわね。こんなのやって。相手は誰。この手攻撃などそこ。この手投げ払う。準備が整っていますわ。少しもったいない気もしますけど。死にたいのは誰なの。無駄だ。てトリコローよ。これ以上好きにはさせませんわ。セーフ。効かぬ効かぬ。遅い。この手で攻撃などニルギルバースト。この手相手は誰。攻撃などやな。何投げ払う。貴様を私の番ね。殺す。やー何この手逃げられないわよ。攻撃など無駄だ。遅い。何遅い。何滅ぼす。私の番ね。みんな滅ぼす。せい。この手攻撃など無駄だ。ライアクラッシュ。私の番ね。じゃんじゃん使ってくわよ。これ以上好きにはさせません。この手攻撃など覚悟。何くらいなさい。ニルギルバースト。効かぬ。私の番ね。効かぬ。遅い。何そこ。遅い。私たちの邪魔をしないで。覚悟はよろしいかしら。あなたには私の番ね。ラステーション。こんな攻撃確実に仕留める。攻撃など遅い。攻撃など投げ払う。これ以上好きにはさせません。何何くらいなさい。何覚悟。無駄だ。ニルギルバースト効かぬ。こんな攻撃、ね、一旦下がるわ。あとは任せたわ。怪我の治療は任せるです。私の番ね。この場合はこれね。私の番ね。ラステーションの準備は整っていますわ。あなたに破れるのか。美しき勝利ですわね。この調子でどんどん強くなるわよ。レベルなんて興味は。レベルアップ。やっとレベル、レベルアップ。ぐあ、マジコンヌ、これでとどめ。やったの。確かに手応えを感じたが。見て、マジコンヌが消えていくわ。これでゲーム業界は救われたのですね。はい、これでゲーム業界は救われました。
ちの方が楽でいいや。お疲れ様です、ネプネプ。いや、急にドラゴンになった時は世界の半分をお前にやろうとか言われるんじゃないかと思って焦ったよ。世界を滅ぼそうとしてたマジェコンヌさんが世界をあげるとは言わないと思うですよ。でもネプコ、もしあげるって言われてたらもらってたの？さすがの私もみんなの前で堂々ともらったりはしないよ。特にアイちゃんなんて敵に回したらマジコンヌより怖いもん。へえ、言ってくれるじゃない。あ、いや、やっぱ今のなし。ネプコったく、気を抜くのが早いんだから。けど不思議なものですわね。普段は何を考えているのかもわからないようなネプテューヌがいがみ合っていた私たちを結びつけたんですもの。ほんと信じられない話だわ。奇跡でしょうか。奇跡ね。確かにネプテューヌが起こしたんでしょうけど、あの子の場合は奇跡よりも偶然の方が似合ってる気がするわ。確かにそっちの方がネプテューヌにぴったりですわね。奇跡の女神ネプテューヌより偶然の女神ネプテューヌ。間違ってはいないんだけど、奇跡より妙にしっくりくるのはなんでだろう。ま、それがネプちゃんらしさってことでいいんじゃないかな。そうだね。またこうして私たちが出会えたのもネプテューヌさんのおかげだもん。おかげにゅ。おお、なになに、何の話してるの？なんでもないわよ。何それ、私だけのけもの扱い？だからどうしてそれだけで私がぼっち扱いされなきゃいけないのよ。いや、なんとなく、ほらもうぼっちネタでノワールいじるのってお約束っていうか。そんなことお約束にしないで。ごめんごめん。今のお腹の音は、私そういえば疲れてお腹ペコペコだったんだよね。じゃあ今夜はお祝いにごちそうをたくさんたくさん作るです。ネプネプ、食べたいものはあるですか？はいはい、私プリンがいいな。やっぱりコンパの手料理といったらプリンが一番だと思うんだ。じゃあデザートにはとってもとってもプリンを作るですね。わーい、やったー。まったく、こういうところは子供っぽいんだから。子供っぽくてもいいの？だってコンパのプリンは美味しいんだから。では帰りましょう。皆さんが作ったゲーム業界に。マジコンヌとの戦いからしばらく経ちました。女神様たちはコンパさんのアパートでのお祝いの後、それぞれの国に帰っていきました。せっかくですので皆さんの様子を見てみましょう。ノワール様、これが公害に関する報告書です。ありがとう。順調に効果を上げてるみたいね。はい、そのグラフが示す通り、有害物質の排出量は徐々に抑えられています。さすがラステーション、私の国だけはあるわね。ノワールさん、お久しぶりです。あら、イストワール、久しぶりじゃない。今日は一人なの？はい、女神様たちがどうしているか気になって来てみたんです。ところで、その人はガナッシュさんですよね？
どうしてラステーションの教会にいるんですか？ああ、彼思い描いてたブランのイメージ像が崩れちゃったみたいで、うちに来たのよ。もはや、私がブラン様に尽くす理由はなくなりました。けど、ノワールさん、いいんですか？彼、ラステーションをめちゃくちゃにした実行犯の一人ですよ。そんなことわかってるわ。ブランじゃないけど、私だって見つけ出してぶん殴ってやろうと思ってたんだけど、雨の中、教会の前で罪滅ぼしをさせてほしいって土下座されちゃ、さすがな私も断れないわよ。けど、実際彼が来てくれて、だいぶ仕事が楽になって助かってるわ。ありがたいお言葉。なんだかんだ言って、やっぱりノワールさんもお人よしなんですね。そうかしら。司書の私が言うんです。間違いありません。それでは、私はそろそろ行きますね。もう行っちゃうの？なら、気をつけて行きなさいよ。ベール様、いい加減お部屋を出てきてください。何日引きこもっているのですか？まだマジェコーヌとの戦いの疲れが取れませんの。あと1日だけ休みますわ。昨日もそう言ってたじゃないですか。あの、ベールさん、そろそろ部屋から出てお仕事をしたらどうですか？お仕事なら、私がいなくてもイボワールがいれば十分ですわ。いや、そういう問題ではなくてですね。緊急警報発令。現在、リーンボックスシップに多数のエネミーが接近中。緊急クエストが来ましたわ。ナナ、急いで準備を。あの、ナンナン、そろそろ寝たいんだけど。何、3日徹夜したくらいで音を上げていますの？真の戦士は、1週間は無睡眠無休で敵を狩り続けるものですわ。そんな。ダメだこの人、早く何とかしないと。遊んであげるから順番を決めてね。ブランさん、お久しぶりです。外で何をしているんですか？子供たちと遊んであげているの。珍しいですね。ブランさんなら本を読むか新作を書いているのだと思っていました。3日くらいこもってたら避難士に部屋のブレーカーを落とされたから。ああ、そういうことだったんですね。避難士ならそろそろ。ブラン様、お茶とおやつ持ってきましたよ。あ、イストワールさん、来ていたんですね。はい、お邪魔させてもらってます。よければ一緒にお茶でもどうですか？温まりますよ。せっかくですが、お気持ちだけいただきます。他にも行くところがありますので。さて、プラネテューノに戻ってきましたが、ネプテューヌさんたちはどうしているのでしょうか？あ、イースンさんです。ネプテューヌさんがきちんとお仕事をしているか見に来たんです。コンパさんは学校の帰りですか？はいです。今まで休校していたので、朝から晩まできっちりお勉強でヘトヘトです。それは大変そうですね。ところで、ネプテューヌさんはちゃんとお仕事はしているんですか？よく教会から抜け出して私の部屋に遊びに来てるです。ネプテューヌさんらしいというか、なんというか。そうです。イースンさん、これから一緒にご飯はどうですか？今日はアイちゃんと一緒に鍋パーティーをするんです。いいですか？でしたらお言葉に甘えさせてもらいますね。コンパさん。教会の人です。今日はどうしたんですか？ちょっと目を離した隙にまたネプテューヌ様が姿をくらましてしまって、もしかしてまたコンパさんの部屋に来ているんじゃないかと思って来てみたんです。ネプネプ、また抜け出したんですね。けど私も今帰ってきたところなので、ネプネプは来てないと思うですよ。そうですか。では夜も遅いことですし、気をつけてお帰りください。ご丁
にありがとうございますです。まったく、いつになったらネプチューヌさんは女神の自覚を持ってくれるのやら。さあ早く帰って一息つくです。あー、おかえりコンパ。お邪魔してるよ。イースは久しぶりだね。どうしてネプネプがここにいるですか？ね、かくまってもらおうと思ってきたら鍵が開いてたんだ。で、危ないからお留守番のために上がらせてもらったんだ。ダメだよ、一人暮らしなんだから閉め忘れちゃ。はい、気をつけるです。それよりもネプチューヌさん、教会のお仕事はどうしたんですか？お仕事ならちゃんとしてるよ。コンパの部屋の平和を守るという名のお仕事を。それはあんたがサボりたいだけの口実でしょ。ゲッ、あいつ。ゲットは失礼ね。今日は教会からネプコの捜索なんて頼まれてないから安心しなさい。よかった。もうアイちゃんたら心臓に悪いんだから。あんたが教会から逃げ出さなきゃいいだけよ。はいコンパ、これ頼まれてた食材。どうせネプコも来るだろうと思って多めに買ってきて正解だったわ。おお、なになに、もしかして今日って特別な日？アイちゃんと一緒に鍋パーティーをする約束をしてたんです。いいねいいね、鍋パーティー。私鍋なら何でも大好きだよ。なんならジャミー派女神代表として鍋奉行もやっちゃうよ。庶民派すぎる女神様もちょっとは考え物だけどね。ところで、ご飯の前にちょっとお茶にしませんか？私、帰ってきたばかりなので少し休みたくて。いいわよ、コンパは休んでて、私が準備するわ。あいちゃん、冷蔵庫の中にプリンが4つあるはずだから持ってきて。それくらいあんたが持ってきなさい。ぜー、そんなこんなで女神様たちは相変わらずのようです。そしてきっとこれからは女神様たちのもとゲーム協会の平和は続いていくでしょう。私は司書イストワール、ゲーム業界の歴史を記録するものとしてこの平和がずっと続くことを心から願います。私のこの願いもシェアとなり女神様たちに届きますように。お待たせ。じゃあみんなプリン持って。それじゃあ私たちの久しぶりの再会とゲーム業界の未来に乾杯。
わ。ハード戦争に負けて下界に落ちたのが始まりでした。正直冒険していてどうなるかわからなかったけど、無事にクリアしてくれてありがとう。それじゃあゲームをクリアしてくれた君へのコンパたちのメッセージをどうぞ。クリアしてくれてありがとうございますです。楽しんでもらえたですか？正直私もネプコについていったことを後悔した時もあったけど、結果クリアおめでとうございます。あなたの歴史はちゃんと記録させてもらいました。クリアおめでとう。ラステーションの女神たる私が直々に褒めてあげるわ。プレイしてくれてありがとうございます。ちなみに作中で語った私のゲームへの愛は本当ですわよ。ありがとう。では最後にみんなでせーの、ありがとうございました。なんでマジコードだ。改めましてありがとうございました。